今日映画館が初日、ゴールデンウィークの初日で、めちゃくちゃ混んでたんですよ。チケットを買うんじゃないの？チケットを受け取るまでが、買うのはさ、もうオンラインで買ってるから、いいんだけど、自動発券機に並ぶのに5分。でそっからもぎりに、さらに5分っていう感じ。結構ね、人多かったでしょう。ということで、見に行ってまいりました。ホリック。まあ、ホリックで並んでたっていうだけではないんですけどね。他にもいろんな作品があったんですけど。まあまあ、それでさ、しかも、もぎりの人がさ、一人しかいないんですよ。普段の人の入りなら、それでもいいのかもしれないんですけど、なかなかね、コロナ禍があって、人をどんくらい入るのか読めないみたいなのがあって、大変だなって思いました。映画館業界も。さあ、ホリックね、ネタバレなしからありになってくっていう感想なんで、まあ、ネタバレする前に警告しますね。いきます。ホリックですけれども、まあ、クランプさん原作の作品ですよね。はい、漫画原作です。まあ、どんな話かっていうと、なんだろう、まあ、よくあるさ、霊が見える男の子が出てきて、男の子が出てきて、まあ見えるんだけど何もできないみたいな。三角窓の外は夜と同じ構造か。同じような言葉で説明しちゃうと同じような説明になっちゃったけど。まあ全然違う作品ですけどね。うん、まあそれがですね、その霊が見える子が、まあなんか変な店に入るんですよ。変な店に迷い込んでおかしなことになるっていう、そういう話ですね。まあホラー、まあオカルトは出てくるんだけど、ホラーっていう感じではない。なぜなら、ビビらせようっていう意図のあるシーンがほとんどないんじゃないかな。まあ、こっから、なんだろう、オカルトの世界に踏み込んできますよ、みたいな演出はあるんだよ。ホラーでよくあるような演出あるんだけど、まあでも、そっから、なんか、ね、ホラー特有のさ、ビビらせ演出あるじゃないですか。あんなのザ・バットマンのさ、ペンギンが逃げているシーンの方が、ホラーよ。まあそんなだよね。あるいは、なんだっけ、こないだの、マーベルのやつ、ベノムじゃなくって。あれもさ、主人公が、最初にテロリストをさ、攻撃するとことかさ、すごいあれだったじゃないですか。なんだっけ、あ、もうモービウスも、あれもホラー演出だったでしょ。驚かせがあったじゃん。そういうのはね、少なめ。むしろなんか普通のアクション映画とか、に近い感じだったような気がするな。で、そう、蜷川実花監督ね。蜷川幸雄さんの、娘さんね、で写真家だったんだけど、いつの間にか映画監督になってて、で私見たのは、この間っていうか、蜷川監督映画で見たのはさ、ダイナーかな、ダイナーがをこの、その前に見てるんですけど、まあコリックもそうなんですけど、非常に絵作りですよね。絵作りで、特になんだろうな、ビビッドな色使いとか、
まあ、そんだけじゃないよね。その構図とかね、ロングショットを効果的に入れていく感じとかその辺のねこだわりが、まあ良かったですね。絵作りは本当にすごい監督さんですねで私ね気になったのはね、学校が出てくるんですよ。学校出てきてお店出てくるんですよ。お店っていうのはその、まあ、願いを叶える店みたいなのが出てくるんですよこの作品のまあ一つの舞台ですよね。そのでまあそれっていうのは人間界とは隔絶された場所にあるんですよ、その願いを叶える店が。でそれとは別に普通の人間界があって、道路とかさ新宿とか渋谷とかあって、まあ新宿とか渋谷は新宿とか渋谷じゃん。それはいいんだけど、学校があるのよ、学校。主人公さ、ちょっと無理があると思うんだけど、学生なのよ。高校生だと思うんだけど。高校生なのよ。なんですけど、玉城ティナさんとかも高校生なのよ。なんですけど、そのね、学校と店はさ、セットなわけ。ロケじゃないわけよ。新宿とか渋谷はもう当然ロケじゃん？なんだけど、学校と店はロケじゃないのね。セットで撮ってるわけよ。スタジオのセットで撮ってるわけよ。その時の情報量が全然違うの。学校めちゃくちゃシンプルで、すっごい白い床に窓があって、机が並んでますっていうだけのセットなんですよ。うん。でもまあ、あの机があればさ、学校の机があればみんな学校だと思うっていう記号化された、なんかシンプルな絵なんですよね。対する店は、めちゃくちゃガラクタがいっぱいあって、美しいセット、ものすごい情報量のあるね、セットになってるって、この対比がね、かなり面白かったですね。つまり、なんか、どっちか、あの、店の方がさ、こう、虚の世界じゃないですか。学校っていうのは表のさ、我々が住んでる実世界で、店っていうのは虚の世界ってあるんだけど、その虚の方が、実と虚の虚の方が情報量が多いっていうね。むしろ、こっちの、この作品の登場人物にとってみると、現実、普通の人が現実だと思ってるものよりも、見えてる世界、普通の人には見えない世界の方が、よりリアリティを持って存在してるんだっていうようなメッセージなんじゃないかなと思ってるんだけど、だって店のセットあれだけ頑張って作れるんだったら、学校のセットだって頑張って作れるはずなんだけど、そうしてないんですよ。ということは、そうなのかなって思った。これもなんか効果的だったような気がしますけどね。どうでしょうねえ、あとね、気になったっていうかね、特徴的だなと思った断続的なカット割りね。普通さ、カットを割るときって、その、カットとカットの間に、連続性をなんとなく持たせたくなるわけよ。なんだけど、その同じシーンの中のカットを割るときもそうだし、まあ、シーンとシーンを、こう、つなぐ、大きなカット。のシーンなんかはもうほんと唐突にズバッとカットが切られてパーってなるのこのね、この感じもすごい面白かったな。
あれが何を表してるのかも何を表現してるのかはわからないけれどもわかんないんだでもなんていうのかな、ある種のカット割りに違和感みたいなものを感じさ、ちょっとなんかそこのカット割りで殴ってくる感じっていうかクラッとさせる感じみたいなのがあって、これも面白かったですね。で、衣装もすごいかったです。特にあのなんだっけ、優子、店の主人ね、あれ柴咲コウさんがやってた優子の衣装がいろいろ変わるし、なんかもうド派手な豪華絢爛なね衣装が良かったですね。で、どの衣装も良かったんだけど、あのね、一箇所だけ羽が出てくる衣装を背中に羽がついてる衣装があるんですよ。その羽だけ、ん?って思いましたそれだけ、うーんって思いましたけど、あの羽必要なんだろうな、でも、物語上。必要な、なんかガジェットとしてさ、出て、ガジェット?プロップ?何?小道具として出てきてるっていう。もうね、必要っちゃ必要なんだけど、ちょっとあれがね、なんか、唐突に出てきてるし、なんか変な感じってはなりました音楽ね、音楽良かった。渋谷圭一郎さん、ですけど良かったですね。まあなんかかっこよかった、かっこよかったし、なんかね、ちょっと調子バズりにしてるんですよ。シンセサイザー音楽なんで、音程とかってやろうと思えばいくらでもきっちりできるんですけど、ちょーっとこう、うんやーんってやるところ ところとかも良かったし、あとね、この音楽をの使い方で、このシーンにおいて、こう、強調するべきところで、スパッとこう音楽が無音になって、そしてもう一回ドーンって始まるみたいな演出とかが、うまいことされててですね、まあかなり音楽良かったと思います。まあ気になるとことしては、なんかちょっと低音薄いかなっていう、あの映画館で聴くサントラとしてサントラ BGM として、ちょっと低音薄い感じはしましたね。それは映画館での設定なのかなんだかはちょっと分かんないです。で、肌問題ね。私ね、今回、初日舞台挨拶のライブビューイングがさ、あるやつで見たんですよ。で、ライブビューイングがやってたんですけど、総口明久さんがさ、司会やってて、大総口さんじゃんって思いながら見てましたけど、そのライブビューイングと、この映画での、で、あのね、役者の肌 が映画の劇中の方が汚いんですよ。ライブビューイングの方が綺麗。そうなんだ、みたいな。あれ何なんですかね。だからさ、綺麗にしようと、するようなさ、後処理、肌きれいにする後処理なんかさ、それこそ映画のパッケージになってる方がさ、処理する時間がいっぱいあるからきれいにできるはずなんだけど、そうじゃないんですよ。って思って、あ、まあそのさ、まあ、全員そう誰がとかじゃなくて、神木くんもそうだし、柴咲コウもそうだし、にゃ玉城さんもそうだし、
ね、ちょっとなんか、ちょっと肌がね、あれ、まあ、吉岡里帆ちゃんは綺麗だったかな。劇中でも綺麗だったし、ライブビューイングでも綺麗だった。何なんだろう、あれって思って。うん。ライブビューイングで、ああ、綺麗じゃんと思って。まあ、だから、ちょっとさ、なんか、高校生設定みたいなのが、無理がある感じがするぐらい肌が汚いんですよ。汚かったし、あとね、うん、そうそうそう。あれ、わざとなのかな？あるいは、なんか、まあ、撮影がさ、撮影が、コロナが始まったばっかりの、だから2年ぐらい前ですか？の、第1回目のさ、緊急事態宣言が明けた頃に撮ってたみたいな話だったんで、なんかそれで、ちょっと、メンタル的ななんかがあったのかもしれない。ちょっとわかんないですけどね。まあでも今元気そうでよかったです。じゃあ、もうちょっとあれだ。ストーリーね。ストーリーネタバレしない程度に言うと、ね、一つメッセージとしてあると、一番大きなメッセージは、核じゃっていう話ですよね。覚醒するっていう話です。うん。何から覚醒するのみたいな話ですけど、まあ世の中にこう悟った人、覚者っていうのがいるわけじゃないですか。この悟った人ってのは何から悟ってんのっていう話でしょ。ね。それは、例えばね、それこそ創作であればさ、創作物をこう受け取るだけの人と、自分で作る人っていうのは世の中いるわけじゃないですか。で、この自分で作る人っていうのが、つまるところ、各者なんですよ。うん。で、それが、いわば、なんだろうなそうね。それが現実でも、現実世界、現実社会を受け取るだけの人と、自分で、この、現実世界、自分の人生を作り出す人がいるわけでしょ。自分で自分の人生を作り出す人が各者なんだよね。で、どっちが幸せなんてことで言うとよくわからない。むしろ覚醒なんかしない方が幸せかもしれないっていうようなことが、こう、まあ大きなテーマとしてあるんじゃないかな。そこで、主人公が覚者となる道を選ぶのかな？どうなのかな？っていうお話です。で、一つね、まあなんだろう、対価っていう話があるんですよ。なんか、まあ、願いを叶えるには対価が必要って話でさ。で、まあその対価に対する描写もいっぱいあるんだけど、この対価に関しての話は、あんまりね、なんだろう、大きくストーリーをドライブする要素ではなかったですね。これおそらくは原作ホリックは、どっちかっていうと対価の話なんじゃないかと思うんですけど、私実は原作ホリック読んでないんで、読んでないし、アニメホリック、ドラマホリックなんかいろいろあったと思うんですけど、その辺も全然チェックしたいんで、わからんっていう感じですね。で、四極性。普通さ、なんだろう、映画のサイズだとさ、極が2つあるでしょ。まあ、各者と各者じゃない方っていうのがさ、まあ、一つの二極あるわけ、対立構造の二極あるわけじゃないですか。うん、人々を覚醒に導く人と、人々を、こう、覚醒じゃない、覚醒じゃないって何なんだろうね。覚醒させずに、その、普
通の幸せみたいなものの中に閉じ込めておこうとする、2人がいるわけだよね、うん、っていうこう2つの曲があるんだけど、それと別の曲がまあ一応あるんですよ、うん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 、別の曲としては目がじゃないや、そのオカルトが見える人と見えない人、で見えない人なんだけど、見えないんだけどそのオカルトを払う力がある人、うん、見えないけど払う力と見えるけど払えない人っていうこの2つのまた曲があるわけでね、対立する曲があって、この4つ曲があるんだなっていうのがなんか複雑でした。そこにさらに大化の話とか入ってきて、まあなんか複雑そうに見えるっていうことだよね。うん、はいはいはい、まあいいや、次そうそうネタバレしていくよ。ストーリーに触れずに話してるのは辛いんでネタバレしてるんですけど、出だしだよね、出だし蝶に導かれるんですよ、主人公が神木くんがさ、それで店に行くんですけど、で、ああここもさ、最初のさ色彩がまあモノトーンに近いカラーの世界なんですよね。で、その店っていうのはまあ赤とかこう赤青系のさ、ちょっと派手な色の世界なわけですよ。ビビッとな色の世界で、このモノクロの日常世界、現実世界から、夢の世界みたいな店の方にこう行くのに、その蝶がね、普通の人、どっちも普通の人は見えない、どっち日常世界にあるなんかどす黒い怨念みたいなあやかしみたいなものもものは灰色なんですよ、モノクロなんですよ。それに対してビビッドカラーの蝶が神木くんの前に現れて、それに導かれて店に行くっていう、そういう話なんだな。で、なんか蝶のさ、蝶の字間違えてんだけど今直していい？蝶とさ雲がいるんですよ、バタフライとスパイダーね。で、これはまあ、さっきの2曲の曲だよね。各者、としての蝶と、各者を導くっていう意味での蝶と、それを捕まえる、ある、この現実に閉じ込めるっていう意味での雲だよね。蝶老雲が出てる。多分ね、この、うんぬんのさ曲って原作ではそんなに大きなキーワードじゃないんだと思うんですよ。これむしろ蜷川さんが持ってるテーマなんじゃないかな、うん、ひょったいなもなんかそんなような話だったの気がするんですよね。すごい派手な派手なさ、あれって殺し屋が出てくる、殺し屋がいっぱいいるあのレストランの話なんだけど、そうね、そこで普通そこでのなんだろう、日常から逃れるみたいな話じゃん。これもまあ蝶と雲っていうこう2つのさ、これもっていうか、今回はその覚醒するっていう話を蝶と雲に例えて、うまいことやってたなっていう感じです。で、対するさもう一つの曲に関しては、どっちかっていうと多分元の作品はそっちなんじゃない、元のね原作って見たことない、読んだことないけど、多分原作ではそっ
ちの、その見える見えない、払う払えないみたいな、曲、対局の対局性だよね。対局性が、の強く出た、まあ話があるんだと思うんですよね。うん、多分ね、原作結構長いんじゃないかと思うんです。長いっていうか、この映画の尺から考えるとさ、映画でやった分量からすると、多分もっとはるかに長いと思うんで、そこでね、なんか、漫画でたくさん描く、こう、なんていうのかな、テーマっていう、いくつかのテーマをこう、順繰りに描いていくことが、漫画だとできるわけじゃん。連載漫画だとできるわけじゃん。だからそれが、おそらく、なんか、いっぱい詰め込んでるんだろうなっていう感じがありました。ただ、そんなに、それがね、うまくこう、なんていうのかな、あれしててんで、うまいことね、織り込んであったんで、なんか別にストーリーが邪魔になる、ストーリーの邪魔になるってことはなかったです。まあ、なかったんですけど、なかったんで、まあなんだろうな、この作品世界がもっと広がりがあるんだよ。原作もっとなんか、いろいろやってんだよ、みたいなのが、こう透けて見えて、ちょっと原作気になる。原作が気になるなっていう、そういうようなね、感じになってましたね。そうそう、あのさ、店がさ、願いを持った人が店にやってくるっていう話じゃないですか。で、そのキャラクターを出し続ければさ、水戸黄門方式で、いくらでも連載続けられる構造になってるんですよ。あの、話って。うん。そこがね、そうそう。で、まあ、その度にキャラクターが持ってる悩み、叶えたい願いっていうのがさ、テーマになればいいわけじゃん。うん。そう。なんだけど、映画そんな悠長なことやってられないんじゃないですか。うん。で、なんか、いろいろ。なんかもっといっぱいあるんだろうなって思います。それで一人ね、来た子が、願いを叶え、持ってきた子がね、まあなんだろう、嘘を、虚言癖みたいな子なん、を持ってる子なんですけど、それにピンキーリングを渡すんですよ。で、ピンキーリングはどういう意味なんだ、か考えればわかるでしょっていう、話をしてたんですけど、わかんなかったです。マルとモロが、指切りをやったところでわかりました。つまり、指切り幻漫は小指でやることで、嘘ついたらハリー千本伸ばしちゃうぞっていう、嘘ついたらいかんよっていうのが、嘘を封印するっていう意味合いがリンクにあったんだなっていうのは、まあ、そういうね、細かいなんかのが、は、原作にあんのかなあれね。ね、わかんないけどね。うん。そういうのも面白かったですね。まあ、あと受け継がれるもの。その店をね、最終的に優子さん、店の主の優子さんがね、いなくなっちゃって、それで、主人公に、主人公が店を、受け継いで切り盛りするんですよ。で、その受け継がれる、ものとしての店ってあるし、その何着せるとかポーズとかなんかそういうのも受け継がれててですね、なかなかね、その辺の絵の面白さっていうのも良かったにゃーんって思いましたとさ。あとなんかあるかな、こんなもんか。そう、衣装で羽が出てくるのさ、最後に、
だそのゆうこさんが最初の店の主のゆうこさんがさ、蝶のシンボルなわけじゃない。のそのシンボルとしての羽根なんですけど、その羽根って思いましたそこだけなんかねおもちゃっぽい感じで、ね、もっと CG ってあってもいいしさ、もっとなんかすごい衣装として作ってもよかったんじゃないかなって。羽自体もなんか小さいしね、ねーっていうのは思いましたとさっていう感じです。まあでもすごい面白い作品でしたよ。個人的にはかなり楽しめましたいやーよかったですね。絵も綺麗だしね、話も面白かったし、いやー映画って本当に今までですね。それではさよなら、さよなら、さよなら。あれ